どうも、こんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は、大津彩香大勝訴ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、代表権裁判の結果が出て、大津彩香さんの方が、まあ、当初予想されていた通り、まあ、勝たれたということで、今回ですね、この件含めて、そして今後どうなっていくんだろうかという話についてお話をしていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらは立花隆さんのポストですけども、本日の代表権裁判をつやかの勝ち、斉藤健一郎参議院議員の負けでしたということで報告がありましたって感じですね。はい。で、さらに、とても残念な判決ですが、想定していたのでということでね、まあ、様々頑張りますということですね。まあ、特に参議院選挙に向けてっていうことですけど、まあ、近々はね、あの、やっぱり、えっ、ー、と、兵庫県知事選ですね。なんか、こう、 思ってたよりというか相当バズってるっていうかまあなんかやっぱりあの生放送に出れなかったことも大きかったんですかねすんごい勢いですねであとはまあ斉藤知事前知事を応援していた方々含めてって感じなんですけどまあその話はちょっとまた今度やりましょうとはいというわけでえっとこちらは大津矢さんのポストですけど相変わらずね自分で書かないんですよね人の 人に要するに控訴棄却っていうことを,を書かれたやつを見てお疲れ様でしたやっと動きやすくなりますってことで散々動きまくってたのにあれなんかこの大表権 <laughs> 裁判関係なくまあ好きに動き回っていたし状況としては大津さんがあんま変わらないような気がするんですけどねまあ最高裁にどうせあのねまでかかるって話なんでもうちょっとかかりますよねだからまあそういった た意味においてはまあその決定が出るまでは、まあ、状況としてはあんまり変わらないと思うんですけどもその間にね何か起きんじゃねえなっていう話ですかね。はいで続いてはいえー、とこちら村上弁護士のポストですけども「代表権控訴審は残念ながら控訴棄却の判決でしたと」と、えー「上告は行い判例違反として争います」と「判例判例を残していきましょう」っていうところですかね。はい ただ、この判断がゆえに、破産事件や詐欺破産罪については、えー、大津羅玄役員への具体的な責任追及のステージに移っていくこととなりますということで、まあ、あの、ほぼ大津さんが代表ということで、 まあ今までもその前提で進んでいったんですけども、それがより確定的になってきたということで、あくまで最高裁としては判例を残すっていうことになるのかな。まあワンチャンひっくり返るのかな。あの、その辺はわかりませんけども、まあ代表者がどっちかわかんないままで責任追及って確かにね、まあまあ難しいところがあるので、その辺が、まあある意味整理っていうかな。まあ大津さん責任者として、まあ全てが進められるっていうところなので、 まあ各関係者ですね、えー、はまあやりやすいってことになったんでしょうね。ということで、まあ、具体的な責任追及のステージに行きますということで引き続き森関財人と協力しつつ債権者保護に努めてまいりますっていうことですね。まあ、ちなみにですけど大津さん側の方から債権者保護に努めるみたいな発信というものについては、まあ、言い訳みたいなやつでちょろっと出てくるぐらいでほぼ出たことないですよね。はいで まあ普通だったらねやっぱり破産の手続きの最中で衆議院選挙にお金のかかる衆議院選挙に立候補するなんていうことは普通に考えてみんな心配っていうか「ああ」みたいななるからねまあせめて説明があってしかるべしなんですけどもまあそれについて選挙 .com さんでねまあ聞いてくれ MC の方が聞いてくれたんですけど 加算関済人とか債権者にね、説明しないんですかみたいなことを聞いたら、なんで私はしなきゃいけないんですかみたいな。<laughs> うわ、すごいぞみたいな。ある意味、いかんとしてるぞって感じで。 まあ債権者保護についてはあまり考えてないどころか全く考えてないむしろ毀損しに行ってるんじゃなかろうかというところがあって、まあ、本当に毀損してるっていうことが確定すると破産法に抵触するってことですよね。っていうことでまあそっちの疑惑について追及していくことになるぞということだと思いますと。はいということでねまあいわゆる代表が大津さんということでねまあでもさすがにでもねやっぱおかしいっちゃおかしくって。 まあまあ闘技上の投資であるっていうのはいいんだけどやっぱりそれ一回になったらまあまあ覆せないっていうまあそれあの規約の問題があるかもしれませんがまあいろんな意味においておかしいよねっていうのはちょっとあったりしますけどまあ逆に言うとまあそういった乗っ取り手法っていうんですかねがまあ強烈だったとかまあ法の見え 不正法の未整備の問題だったりとか、まあ総務省並びにいろんな方々が、まあ立花さんが困った方が得するとかね、なんかよくわかんないけどそういうのがあったかもしれないんですけど、まあとにかくですね、まああの、なんて言うんでしょうね、多分まあ NHK との特に支持者とかね、関係者の皆様におかれては、ちょっとふざけんなという、まあ心情的な思いがありつつも、ただ、 そこまでなんか最初のね、第1の時はわっていう声が聞こえたんですけど、今回の方は残念でありつつしおかしいと思うけど、それよりも今後彼女が責任を負っていくということを考えると、みたいな感じに、まあ皆さんの注目が集まってきてるって感じですね。ちょっとあの、これが分かってすぐライブの方もやらさせていただいたんですけど、お越しいただいた皆様ありがとうございましたって感じでね、まあお昼だったんですけど <laughs>、あの、 <laughs> まあちょっとそれのために結構時間空けてあったんでなんかねなんかなんかできるなんかいろいろねたくさん情報が出てきて調べることが増えるかなと思ってたんですけどまあなんか一応負けたっていうことだけしか出てこなかったんでちょっとこれ時間かかるし一旦やってみようと思ってやったんですけどまあまあでもあの まあちょっと残念っていう声は聞こえつつもどっちかっていうとやっぱり今後の話にみんな興味があるって感じでしたよね。でそれは当然ねまあ破産ですよね破産。で破産の手続きは今現在続行中なんですけどまあね代表者を争うってことは破産の責任者も争ってる感じなんですけどまあ大津屋さんに破産の責任決定みたいな <laughs> あの <laughs> そうだからこれが 代表者としてやっちゃったのか、代表者のふりをしてやっちゃったのかみたいなことについては、ちょっとね、意味合いが違うじゃないですか。だから、たま行政的にもその辺が確定しないとやりづらいとか、手続き上の話があるかもしれないですけど、まあ、とにかく、とりあえずかく、まあ、ほぼほぼ確定ということで、これで進められるということになると思うんで、で、あとは、今、えっ、ー、と、おっさん側の方がやってる、まあ、最高裁の、えっ、ー、と、棄却決定待ちですね。 まあこれまあどっちに転ぶかわかんないんですけど一応ほぼほぼ棄却だろうって言われてるんですがただライブやってたらなんかこれをなんか交際になんか差し戻してなんか無限ループでずっと結論出さないんじゃないか説とか <laughs> 出てましたけど。 ででそういうういのはあり得るんでしょうかみたいなね、いうところはちょっとあったりとかして、あ、それはあっちかな代表権裁判の方なのかなまあちょっと、まあいいや、その話は。で、まあとにかく棄却ということになれば、まあ破産手続きがまあ確定ということになって、で、これによっ で、手続き自体は進んでるんですけどその中でもし違法なことしてるとするならばこの最高裁の決定がないと動けないらしいんで決定したら棄却が決定したらまあいろいろ動けるということになるし何より破産管財人がねまあ、多分本当はいろいろやりたいことがあんだけど。<laughs> あの。 まあこれ待ちみたいなとこがあるというところですよね。はい、でこれが決まったらまあ、あ,あ皆さん動けるということになるんで、まあ、いよいよ動き出すんじゃないかってことですよね。でこの決定が出るのがいつかって話なんですけど最初に結構フライングして9月ぐらいに立花さんがなんか出るぞみたいなのがあったのが懐かしいんですけど結局9月は出ず。 で、10月は遅くても10月ぐらいには出るよって言われてたんで、割と10月半ばぐらいが本,本命かなと思ってたんですけど、出ず。でも選挙に突入したから、選挙を気にしてんのかなみたいないうのがあって、で、選挙終わったけど、一応その週明けには出ずって感じで、そして結局、10月30日を迎えたけど、みたいな状況になってるわけですよね。はい。で、 でなんですけど、まあよく言う、なんか金曜日になんか出やすいみたいな話もあったりするらしいんで、まあ入りと、割と毎週ね、金曜日は今日かな、みたいな。な <laughs> んで、なんとなく準備してるんですけど、まあ、それでいくと多分10月の31じゃないな。えっと、あ、そっか。えー、っとですね、今月の、えー、っと、 そっか。10月31日じゃないのか。あ、10月31日が木曜日だ。だから、遅くても11月、10月まで出るってことは、10月31日に出るのかな。ただ、金曜日は、えっ、ー、と、11月1日なので、まあ、そっちかもしんないんですけど、ちょっとどっちになるかわかりませんね。<laughs> ただ、まあ、その後の再建者集会の設定の日付から,から考えると、やっぱり、 10月中には出るかなって感じなんでちょっとねなんとなく木金準備しときましょうかまあそこを過ぎちゃうともう本当にいついつになるのかなみたいな場合によっては債権者集会のあとっていう説もあるんですよねはいはいということでまあこればっかりはちょっと出てみないとわかんないんですけどポイントとしてはだからその最高裁の判決が、まあ、ちゃんと棄却で出るかっていうのが一つと。 でもう一つは11月に入ったら債権者集会第2回目、まあ、どんどんやるらしいですけどね。はい、でこれにおいて、まあ、説明が待たれるってことですね。で債権者集会っていうのが、まあ、大津さんが説明するってよりは破産管財人が、まあ、多分説明されるんですけどまあ前回からどのように更新したのかなって感じですよね。でしかも結構大津さん今回の、 選挙において割と言いたい放題言ってたじゃないですか。破産完済人には、ね、理解してもらってますみたいなことまで言っていたわけなんで、それって本当ですかとかですね。まあいろいろありますよね。あるいはお金はちゃんと返したんですかとか。まあいろいろありますよね。とか、衆議院選挙出られたようなんですけども、さらになんか党として。 なんかか借金されれたようでですすけどそれは個人ですか党ですか党だとしたら破産の手続き進んでる中で何考えてんですか更、まあ、に負債増やしたんですかそれってどうなのみたいなねいう話とか、まあ、いっぱいあると思うんですけどまあもうそもそもそういった説明責任から逃げて選挙期間中も質問を言ってましたよね。で、まあ、ワーッとったた人人から、まあ、逃げた人も から逃げたみたいな言い方してるんですけど普通に冷静にまあカメラも回さずに聞いた人もいるらしいんですけどまあなんか結局大津さんを逃げてあのなんだっけ Q&A の、Q。 塊みたいいなややつを渡されて、いやだから Q&A に書いてあって納得できること書いてあるんだったら誰も説明に質問しに行かねえよって話でまあそこでも不透明だから聞いてるっていうことなんですけどまあまあそういう感じで結局まあなんかいろんな人に守られたとか逃げたりってもありながら結局答えてないまま言ってるんですよね。はい、ということなので。 当然再健者集会では徹底的に答えていただきますよということなんだと思うって感じですね。はい。で、その再健者集会なんですけど、ポイントとしてはですね、あのトヨタ弁護士って来るんですかね。あの <laughs> 来るのかな。さすがにね、こうこれは来るのかな。なんかいろいろ距離を取ってるって話がいろいろ聞くじゃないですか。で。 まあ間には入ってるけどこんだけ金返せって言われてんのに <laughs> 返さない人でね言ってもしょうがないじゃないですかだからまあまあまあでも大津さんだけだと何言ってるかわけわかんないとかあるいは今までと全くね私はちゃんとトヨタ先生に言ってたんですみたいなこと言われちゃうと困るかもしれないから、まあ、ちょっと来るかもしれないですけどまあとにかくまあ 再建者集会にはは本人は出るって言ってて言たんでね、はい、そういえばそもそもその債権者集会にちゃんと出てくるかどうかっていうのもまあもう一つのポイントっていうか、まあ、そういうのがあるっつうことですよね。はい、はい、という感じでねまああのそれもちょっとライブでお話ししたんですけど多くの方が。 な何とかずつとかでね、まあ、出てこないんじゃないかとか、まあ、いろんな理由をおっしゃってましたけど本人はね、まあ、今回は明確に出るというふうにおっしゃったんで、はい、ただなん,ていうんだうな言いぶりがちょっと気になっているところは豊田先生がその最高裁の判決が、まあまあえー、っと次の債権者集会までに出るって言ってましたみたいなことを言ってた部分があるんで。 だから、債権者集会までの間に結論が何かしら出たら、その理由をもってして欠席するみたいな、どっちでも。<laughs> っていうのは、なんかあんのかなとか思ったりとかしてね。はい。あるいは、でも何とでも言えるですよね。出なかったら出なかったで、出てないからちょっと確定してないんで出ないですとか、まあいろいろ言えると思うんですけど、いずれにしても、今回の裁判、勝ったことによってですね、大津さん側がね、 ままあまあね争わなきゃいいのにねちょっと意味不明ですけど、まあ、自ら破産の責任者になるっていうことを頑張って争って勝ち取ったわけですから、まあ、その責任をしっかり果たしていただきたいというふうに思うというところですよね。はい はい、であとはもう一つのポイントとしては金お金返すかどうかですよねまあ破産管財人にしてみたらやっぱりかお金を返してって言って返してないのがまあ最大の問題でしょうからまあまあ他にも不透明なお金がたくさんあるのはそうなんですけどそれはちょっとまた破産管財人はあくまで債権者保護というかお金がね、まあ、保護されればいいっていう側面があるでしょうからまあねでも他で不透明なお金を使ってたり代表権を返さないっていうことがより なんか債権者にとって、まあ、困ったことになるというかね、まあ、代表権を立花さん側に返せばまたね、まあ、収入が復活するっていう道が当然あるわけで、まあ、そこは結構大きかったりするんですけどまあいずれにしても大津さんがお金をしっかり返すかどうかっていうのも一つポイントで返さなかったらどうなるんでしょうね、まあ、相当やべえなと。でこれもなんか 割と最初の方はなんかほらお父さんがお金持ちだって話を聞いてたんでまあなんかいろいろあるけど最終的に出してもらってまあなんだかんだなんか軽い話ですんじゃないじゃないのみたいなのもちょっと思ってたんですけど最近動きが見えないというかなんかこう。 お隠れになってるらしいのでお隠れっていうのかなんまあ、関わらないようにしてるのかちょっとよくわかんないんですけどまあね普通に考えてあのだって会社名も出てるし収支報告書にねでそれが勝手に使われてるってなったらちょっと怒るじゃないですかさすがにねそうあの <laughs> で実際でも実際はでも振り込み履歴はあれですよね前回の再,再建再権者集会によると振り込みはなされてるんで協力はしてるわけですよね だからそういった意味においてがっつり絡んでるっちゃ絡んでるけどどのくらいかですよねがっつりそういったなんか使い込みじゃないけどなんか使っちゃうのに協力してたら相当やばいので逃げるパターンあるいはいやそういうじゃなくって一旦立花さんを困らせるためにお金はこっちに移動してあだこうだって言われて、まあ、よく分かんないけどあいいよなっつって協力したらなんか破産になって大変なことになってふざけんなみたいなねでもどっちかよく分かんないですけど いずれにしても何らかしらの形でお金の件で関与してるのは間違いなさそうなんで、の割にはというか、ちょっとそっちからお金が出てくる気配がないところか、なんかこう存在が消え,消えてってるみたいな感じなんで、まあ大津さんが場合によってはお金を返さないで、まあすごい大変なことになる可能性すらあると。 はい、でそうするとまあまあ割と大変な大騒ぎになっていくという感じなんですがあとは、まあ、関係者ですよね役員から何からいろいろ協力された方々も責任を当然問われていくことになると思うんで、まあ、それがどこまで及ぶかってことでしょうね。まあ、であの幹事をやられていた松本夏樹さんはこの件に全然説明されてなくて。 なんかよくわかんないまま参加して役員になったけどちょっと大津さんが変なことやってるからやめましたみたいな感じになってればいいんですけどなんかでも未だになんか、まあ、この間選挙に出て当選もしたようですしなんかつながってるというか協力関係にあるように見えるんですね。というとその意味において言うとやっぱりご自身がいられた時にどうもお金をいろいろ使ったような形跡があるわけですよ。 在籍してる間にねだそれについての説明責任は当然あるべきでその時知ってたのか知らなかったのかねででも大津さんはいろいろ役員会で決定してたっていったやつもあるわけですよ給,給料とか含めてねだそれをどこまで知ってたか知らなかったかについては、まあ、これは当然すでに説明しなきゃおかしいんですけど <laughs> まあ,あのもより問題化したらね当然説明責任が発生するし でその中身いかんにおいてはいろんな意味において役員としての責任の追及があるんじゃないですかね。それはまあまあ他の方々もそうなんですけどまあだからこれがねちょっとどこまで行くかわかんないですけどやっぱりポイントとしてはやっぱりお金を返すかどうかっていうことが非常に大きくてさあどう,どうなるんでしょうね。でもなんかのんきに選挙やってましたからねで楽しいってやってんですよ。なんかあの <laughs> <laughs> いやなんかね普通に見るとですお金がプールしてあって何か言われたらもう,うわーってすぐ返すよみたいな感じでまあめちゃくちゃお金があってなんだったらもう10億返すぐらいあんのかなと思うぐらい、まあ、非常になんかのんびりした対応のように見えるんですけど普通はねちょっと <laughs> とんでもない金額なわけで震える状況だと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、いずれにしても。 まあなかなかね、不透明なね、まあ透明と言いながら不透明な政党なんで、ようわからんって感じですね。はいで、あとですね、ちょっと一つですね。はい、で、こちら、大津彩さんのポストなんですけども、選挙後に、えっ、ー、と、さ演説をした駅に行って、なんか挨拶させていただきましたって言ってるんですけど、まあ、多くの人がやり始めて、あ、私もみたいな感じに見えたんですけど、これについてはね、ご本人しかわからないんで、ね、 まあ割となんか住人の方と接触があったんだったらそのシーンはね写真撮りそうなもんなんですけど「はい行ってきました」みたいな感じに見えるのは気のせいですかねはいまあもしちゃんとね住人の方々とたくさん話したんだったら何も何も話してね「あもう頑張ったね」って言ってくれたんだったらそのシーンを撮ってあげた方がねまあまあ説得力あるんじゃないかなというふうに思う感じでまあ候補者はだいたいそういうシーンを出したりしてるんですけどねはい。 まあ、っていうところで,でここにあの質問が来てて大内さん浜田さんのポストにありましたが「外旋車の看板は放置ですか今すぐご確認をお疲れ様でした」って <laughs> 全然関係ない話が来てるんですけどこれは浜田議員が。 まあ、通りかかったんですけど、ね、したら大津彩香さんのあの外線で使ってたそのポスターっていうか看板がそのまま落ちていたので写真を撮ってアップされてました大津彩香が落ちてましたみたいな<笑><笑>あそっか落選もしたからかってかけてるんですかねはいということでえっ、ー、とそれについては借りてる駐車場に一時期的に置いてるだけですということでこれでちょっと2つほど思ったんですけど駐車場借りてたんかーいと思って あの割とあの辺における駐車場の料金ってまあ高いですよね月決めで相当かかるじゃないですか本当にねだって車なんてほぼ使わないじゃないですかにもかかわらず駐車場借りてんだと思ってもったいなーって <laughs> 思ったのが一つとでそれから本当に無駄遣いしてんだよねその割になんか選挙にかける金ないとか意味がわかんないんですけどねはい。 っていうか、4日間じゃ、0 0ビルのお金って誰が出してんですか大津彩華講演会からまた出てるああちょっとよくわかんないですね。はい。ね、えだいたいさ、金ないとか言ってたけど、ここ解約すりゃさ、なんだろうな、破産後でも、まあ5ヶ月、ん破産が、決定が3月、あれ ?14 でしたっけだから、まあ仮に半年だったとしても300万ぐらいは置くんじゃないですかね。<laughs> <laughs> すげえな。駐車料金いくらなんだろう ?3 万から5万ぐらいですね。あの辺のちょっと価値がちょっとよくわかんないですけど安い方で考えて3万だったとしてもですよえー、っと半年だと18万5万だったりすると30万みたいなねいう感じでね、はい、まあ無駄遣いしておりますって感じではい本当に。 あの他の党員の方々が一生懸命ね寄付してる中ね、まあ、そのお金がこのようなとこに飛んでるという感じと、まあ、あとはあのー、駐車場って物を置いちゃダメだと思うんですよ。はいでまあ多分規約の中でまあ駐車場によるんですけど大抵は車しかダメよって書いてある可能性が高いのででこれ物を置けるってなっちゃうと例えばここにねなんかでっかい箱を置いてそこにまあ 何だろうな資材を置いたりとかできたりしちゃうんでまあそういう使い方をされると困ったりするのでまあそれだとまた別料金って話になったりするわけでそういった意味においてまあまあダメなんですけどまあいちいちこんなのにね目くじら立てないかもしんないですけどね短期間だったらまあいずれにしてもこういう形であらゆるルールを多分あんまり考えずにやってんじゃないかなっていうところがこういうところにも現れてるよねと思ったと。というようなお話でございましたっていうことでまあちょっとね 結果としては私も、うんっていうふうに思うとこもないわけではないんですけどもただそれはあくまで立花さん側にとってって話でありまして大津さんにしてみれば勝った方が大変なのかなっていう気もしないではないですけどねただご本人はなんか勝訴して踊ってるそうなんでまあ喜んでるようですということでこのまあ幸せタイムが続くのはあともうちょっとということになります以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね